どうもお疲れ様です。なんか今回ね、あの、financial.org から変わったフォインっていう暗号通貨のプロジェクトがあったんですけども、いや、これにね、何百万も私もね、投資してそのままトンズラこかれてるんですけども、今回ね、フォインの最近できたと言われているサイトが見つかったんですよ。 また気を持たしてね、追い線を行かれるんじゃないかなと、ワクワクドキドキしてるわけなんですけども、このフォインというプロジェクトは、F1 マシーンのなんか広告にも使われてですね、かなり信頼を集めたんで、巨額なお金がどん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 投資されていって、それでみんな持ち逃げされちゃったっていうことがあってですね、今のところこれ詐欺なんじゃないかなと言われてるところでございます。まあ実際に、いつになっても金にならないし、そもそもね、米国株に投資するという触れ込みで、 参加したんですけども、いつの間にか強制的にこのフォインっていうわけのわかんない暗号通貨の i c o に参加させられて、もう返してくれよって話だったんですけども、取り合ってもらえずに、そのまんま言われるまんまに追い線追い線でですね、結局根こそぎ行かれたみたいな感じでございます。まあ玉ねぎを剥いても剥いても剥かれちゃうみたいな感じなんですけどもね。さあ、あれからどうなってるんでしょうか。とりあえずいろんなタグがあるんですけども、クリックせずに下の方にぐーっと行ってみます。フォインとはって書いてますよね。 コイン所有者に年平均11%の報酬を与える新しいプールオブステークスって全然もらってないんですけどって全部取られちゃったんですけどどういうことなんでしょうかねサポートの LINE とかもなんかね不穏なこと言うと退場されるしうんなるほどね発行コイン最大なんとかホワイトペーパーを読むね PDF ダウンロードで書いてるんでまあダウンロードしてみましょうか、うんまあ、こういうサイトになってますよねうんまあまあ これから徐々にこういうところをクリックしながらホワイトペーパーも読みながら皆さんと一緒に考えていければなと思ってます。じゃあ追加情報お待ちください。